で、それはキャッチした時、正確な目でキャッチしたら下向いちゃうと意味がない。お尻の、はい、肛門があるね、お尻の穴があるね、はい、肛門の時、お尻の穴の時、うんうんうん、下じゃなくて、うん、はい、お前と一緒でずっと足と一緒に脇腹、足から脇腹、そう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 、キャッチしてもそう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 、で、そうすると、はい、ここがさ、今までの自分キャッチこうでしょ、はい、肛門を上に持ってやると、この自分キャッチできない。そうですね、こう、自然にこうなると、はい、だから、ここまで力を入れちゃうと一緒だね、はい、あ、思い出した、はい、うん、だから、お尻の向き、気をつけたら自然にこっちもできるから、はい、っていうか、はい、もう一回したから、今、お尻最後に、そう、で、そのまま座ってください。で、座った時のお尻の向きを、そう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 、じゃあそこまでをじゃあつなげてやる、はい、気をつけるのは常にお尻向きずっとずっと上向いてて、ずっとそう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 、そう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 、最後までお尻を上にしておかなきゃいけないから、最後だと脇腹今気にしてるね、はい、脇腹一瞬、脇腹とお尻一瞬に動かないと、はい、一緒に、そう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 、そういうことです、はい、一緒に失礼します、いいよ、休憩しておきます、今ちょっと分かった、ちょっと、うん、さっきの最初の首より全然いい、はい、分かりました、15キロきついですね、そうね、しんどいしんどい、キャッチ、そうそうそう、いいよいいです、あ、一応やるから今
効くわっていうのは。ほんで、背中には向けようとしてるんだよね。はい、背中に向けようとしてるんだけど、ここから、あ、ちょっと待って、ひっくり返っちゃうと気が回る。そうそう、この時に。この時に、今、こうなってる。大丈夫、ここは気張らないんですよ。今、こことかじゃなくて、背中は気張らない。ここで、ここで、ここで、ここで。はい。その時に、要は、背中が入ってないと、こうなる。脇じゃなくなる。はい。だから、脇に入るために、ここ。で、このままディップで足開いて、の。その時も、要は、今、この手で前足。あ、そうですね。じゃなくて、こっち、ここ。ここ。はい。はい。が、脇腹ですよ。頭では分かります。そうね、そうね、頑張ります。難しいんだけど、そうですね。でもジャークの時は骨盤が
で、なんか骨盤の向きがいいよ、ね、骨盤の、さっきお尻の穴の向き、はい、骨盤の向きもこの前向いたままだったらいいんだけど、一着するときに骨盤が上向いたり、はい、下向いたりするの常に平行で、はい、無駄な力入れずに蹴れる、まあ、意外とはその力を余分に使うとするから
脇腹の骨盤に入るように、そこから。そうそうそう、今の今。重心乗ってたら、しっかり返ってくるから。脇腹の骨盤、入って。しっかり思い出して、はい、分かりました。今日は、はい、ありがとうございます。